後払いかな。これで。あっという間ではないかね。あっという間に着いたね。もう7駅まで戻ってきたよ。今ね、16時9分だから1時間経ってねえや。あんまりすんなり来れたんで、まあせっかくね、あそこね、一応共用のところには止めましたけど、パトリアとこのミラクル、ここの一応、駐車場っていうことらしいんで、まあ一応今日の方に止めたら OK だと思いますけど、まあ時間も2時間丸と余ってますし、まあせっかくね、ちょっとここの中見ていこうかなと。一応商業施設も入ってるみたいですね、ドンキも入ってるみたいですし、飲み物追加で買っといてもいいし、こっちは今は空いてないのかな。なんや、なんかちょっと食えそうだったら食ってもいいですし、ね、こっちは、なんか空いてんのかな。せっかくだからちょっとチラチラと見ていこう。なんか涼しそうだし。で、上からパトリアルの方が商業施設メインになってる感じなのかな。なるほどな。よし、じゃあちょっと中はね、多分撮影 NG っぽいんで、これが変で、よいしょ。さあ、戻ってきましたよ。結局、そこのドンキで買ったんで、多分そっちの方で止めても問題なかったんでしょうけど、まあまあ、あっちの方の利用がメインでしたしね。まあまあ、こっちが満車になってるというわけでもないんで、まあ、いいんじゃないかなと。いうところなんですけど、いやー、買ってきましたけどね、まあ、いろいろとね、見てきました。行きにね、電車を使って、帰りにね、バスを使ったことによってね、いろいろと分かってきたことがあります。まず一つ目、このあたり、セルフの、ガソリンスタンドが、190円ぐらいいってます。100? んですね。だってましたね。189円とかなんかで言ったかな。うん。見間違いかなと思ったんですけど、どうも、これぐらいの価格みたいなんですね。おっと、これは、高いね。ということでね、ちょっと焦り気味の。でね、いうことなんで、まあ、結論としては、これ、ちょっと金沢までは、まあまあまあ、全然持つでしょ、まだ。一応、航続125キロあるし、金沢までは持つと思うし、金沢に近づけば、さすがにもっと安くなるだろうと、いうことでですね、そっちの方を目指していこうと思います。一応ね、そうや、帽子持ってなかったんでね、とかもう、ここで入れといたらいいですからね、常設で、帽子を一応、予備の帽子として入れといて、あとね、一応ね、その、着てくるのを持ってきたんですけど、基本的には中身ばかし、インナーばかしだったらね、今、そんなにアウター兼用にできそうなやつがなかったんで、一応、アウター兼用にできそうなやつを買ってきました。速乾性タイプのね、やつね。そう。意外とないんですよね。だから普段制服オンリーなんでね、そんなに着ることないねってことで。で、あとはね、前から気になったのがね、キノコでやっぱチョコ抜いちゃったんですよ。これね、ちょっと一回食ってみたかったんですよね。まあ、やっぱね、これができるのはね、キノコでしかできませんからね。キノコ抜きようがないですよね。いやー、さすが。これはキノコだということでね。買ってきたのと、あとは、そう、歯ブラシセットね。そうそう。また歯ブラシセットがね、ファイナルとかもダメになってますんで、ね、買っとかなーってことで。これだったらスマートですし、いろいろなやつに汎用性が効きそうなんで、歯ブラシもね、詰め替えて使えそうですし、医学だったらちょっとちっちゃめの、歯磨き粉だったら、これだったら入れれますもんね。あ、こういうのもありだな、ということでね、買ってきましたよ。いうあたりかな。まあ、なんで、これでね、ホテルじゃなくてもね、最悪、まあ、つか、満喫とかの方が、今日の、出発時間、到着時間のこと考えると、満喫とかの場合でしたらね、これでも。で、いい意味ではこれで行ってもできる。で、あとはね、なんかこんな醤油が売っとったんで、山椒醤油、こっちの方なのかなと思って、パッと買ってみようんですけど、あ、七尾市、あいおい町ってなってるの、もう消すことよ、地元の醤油みたいなね。確か、北陸の醤油ってちょっと甘めな感じだったような、福井だけかな、かもしれませんけど。まあ、なんでね、ちょっと北陸、石川の醤油はね、能登の醤油はどんな感じなのかね、ちょっとね、せっかくなんで、地元の商品もね、こんな感じで買ってきましたよと。で、ドンキですからね、入ってるのがドンキですからね。ドンキってことはやっぱこれですね、ドクターペッパー。これで生きていける。大丈夫もこれ飲めば生きていけるんですよ。人間はね、ドクさえあればね、最悪ね、生きていきますんで、はい。もう生きていける。もう大丈夫。ああ、すごい。これがドッグペパー。さあ、てことで、実はしれっとね、この、三重県の、
三重県じゃない。北陸地方はね、これで JR のそのターミナル駅、全部進みました。まあ、ここへ来たらね、穴水の方もね、行ってみたい気もしますけど、走行回ってる時間はちょっとさすがになさそうだったんで、アプラで降りてね、一回降りてね、また降りて、なんで、さすがに厳しいんで、また、能登鉄道は能登鉄道でね、しっかりとまたちょっと乗りに来ようと思います。七尾駅か、先のところね、止めてね、行けるなっていうことが分かってきましたんでね、この辺りとかをうまいこと使って行ければいいんじゃないかなということでね。さあ、てんと、あとね、一応弁当も買ってきました。焼肉弁当安かった、498円にこのボリュームだったんでね、さすが、ドンキホーテということでね、これも買ってきましたよと。こんなところかな。保存版のやつは、こっちに詰めておいて、こういう時、ね、自分の車行ってるとね、もうこの辺りをね、重たいもの買っても、ね、これ電車で旅だったらね、しんどいですけど、もう、用ならね、車の後ろ置いとけばもう OK なんでね、これがね、車の旅のね、ハイブリッドのね、ラセの技ですからね。で、あとこの先のね、工程をね、一応チェックしておかないとね、なかなか怖い、行き当たりばったり状態なんでね、一応ね、確認しておかないとね、やばいですからね。この辺りを切るはずもね、まあ、俺文房具何も持ってきてねえじゃん、今日。え、持ってきてねえか。しまった。車で積んでないですからね。時間は、今1時間半過ぎたあたり。いや、全然余裕。もうちょっとじゃあ、ちょっと調べてからね、方を進めていこうと思いますよ。あ、ちなみに共用の方にね、止めて買いに行っちゃいましたけど、別に、ここは基本的な買い物に行く人向けな感じで作ってあるみたいなんで、ハイブリッドみたいな感じで、あれみたいですけど。なので、別にこっちに止めたからそっちで買っちゃダメってわけじゃなくて、全然そっちの利用はウェルカムという感じなんで、で、奥の建物、ホテルとかも入ってます。市役所のなんか、結構住民課とかそういうのも全部入ってるんですね。四日市の、近鉄の四日市の駅のところにもね、サテライトみたいなのがありますけど、そこら辺ももう完全に本格的な事務所がドーンと、中に、2フロぐらい、両側にもね、入ってましたんでね。あれは便利ですね。しまった、100均で買ったでも買ってくれやると思うから。でもね、そうやって言ってね、買った溜まってくるんですよね。うち10個ぐらいあるからな、だった。買ったらなせるどうかしよう、これは。なんとかなんねえかな。なんとかなりそうなやつねえかな。あれ、何も入ってねえじゃん。ペンか、ペンでってすぐ取るか。ボールペンに切ってやるよ。バッチして。物は使いようです。よし。オッケー。これで解決した。よし。もう万事解決だね。ちょっと場所調べようか。ここで飯食ってもいいですけど、まだちょっとね、そこまで腹減ってないし、もうちょっと先まで行きたいですからね。行きたいって言いながらも、具体的にどっちの方にどうやって行こうかっていうのは全く決まってないんで、ちょっとね、金沢まで行ったら、まあ、寝カフェとかちょっと休めるところもあるしよ。うん、50キロぐらい先に、快活クラブがあるな。あるな。うん、とか金沢近辺ならいくらでも寝カフェも何でもあるな。うん、金沢は前で何とでもなるな。で、問題はあとは、ガソスタ。ガソリンスタンドは、さっき見たところが180いくらとかになってたんでね、絶望してるんで、さすがにね、さすがにそれはさすがになんでね、から金沢方面に行くと思うと、159でストーンといって、たら、あら、いや、結構いい感じでいけるね。で、でもやっぱフルサービスが多いのか。セルフ、あるね。刺しま、刺しまって。おお。道中にありそうだね。はあはあはあ。
一応快活クラブに向かっていくような感じで組んでみようかな。それだと、ああ、まあ、高岡にもあるけど、まあ、あっち、ストマツでもいける。パーズギから、ストーンと入って、福下。ああ、この辺りでもあるな。どうせこっから先はもう金沢にどうせ入っていくだけなんで、入っていくルートとしては、あ、いや、でも金沢までは高速を使う手があったと。よし。歩きだね、これ1時間16分。まあまあ悪くない時間だな。道中440円、ちょっと有料領土を使えば、有料領土出してね、10分、マイナスでいけるのか。沖縄だからずーっと海沿い行く感じだ。ああ、こっちの方なんか多分、景色も行きも良さそうだし。これで、では、ちょっと、ラビかけようじゃないか。10分かけて5分しか使わないから、1000円かけて5分しか使わないんだったら、全然、よし。こっちはですね。ねえ、うち虎になってんですね。へえ、れ、は、か、い、て、に、い。いろはにほへとになってんのかな。それであれ、いろはなの？早咲くいろは。今、地名見てびっくりした。照明のところとかが、いろはにほへとになってんの。あれかな、そういうのがあったから、あそこのタイトルも、いろはになったのかな。よし。とりあえず、出て、鼻緒から、左に出て、ストンストンと行ったら、いないそうな店もありそうやけど、おう、電車入ってきた。よし、じゃあ金沢の方向かっていきましょう。まあ行けるとこまで行って、途中結構もうポツポツと八甲線沿いから買い方も出てくるみたいなんで、あとなんかうまそうな店もいっぱいありそうなんで、どっちも走りながら決めていきましょう。よし、ゴー。